聖書を拝読します。出エジプト20章17節です。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻あるいはその男奴隷女奴隷牛ロバすべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。アーメン。インマヌエル聖歌大と西オーケストラの賛美と演奏の後、同会所先生の営業説教10回10第10回のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、視聴者の皆さん、今日はあなたの隣人の家を欲しがってはならないという第10回について伝えます。ここで言う隣人とは信仰の兄弟はもちろん、神様を信じない家族親戚や隣の人まで含めて全ての人々を意味します。また隣人のものを欲しがってはならないとは、単に人のものを欲しがってはならないという意味だけでなく、この世のすべての肉的なものを貪る心を見なすでなさいという意味です。人の貪りというものには実にキリがありません。ある程度の所有があってもこのくらいなら十分だというのではなく、続いてもっと多くを得ようとしますが、いくら多くを得たとしてもその心の渇きは解消されません。大量の川の水が絶えず海に流れ込んでも海を満たせないように、人の心もより良いもの、より多くを求めていくのです。しかし神様は私たちに地上のもの、朽ちる肉のものを求めず、上にあるものを求めなさいと言われます。永遠の命を求めて天国への希望で心を満たす時でこそ、誠の満足と喜びが望むのです。それでルカ 12-15 には、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい、なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです、というイエス様の御言葉があります。愛する生徒の皆さんは今日の御言葉を通して、誠に尊く価値のあるもの、私たちが追い求めるべきものが何かを明らかに悟りますように。それで世を愛して世にあるものを欲しがるのではなく、永遠で朽ちない天の栄光を求めて、それを自分のものにしますよう主の御名によって祈ります。愛する生徒の皆さん、皆さんが隣の家を訪問したとき、その家がとてつもない金持ちだと仮定してみてください。家もとても立派で、家の中があらゆる珍しいもので飾られているのを見ると、本当にいいな、美しいと感嘆が出てきます。ところで多くの人はこういうものを見るとき、本当にいいなと思うだけでなく、私もあんな家を持てたら、私もあの人のように富を持てたらと思ったりします。もちろん神様を信じる人ならば、人のものを盗みたいとまでは思いませんが、私も持ちたいと思うことで貪りが心の中に生じるようになるのです。この貪りを心に持っている限り、ある瞬間には罪を犯すこともあります。ヤコブ 1-15 に、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますとあります。物質に対する貪りだけでなく、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢が結局皆貪りと同じ根であって、世を愛して追い求めようとする心です。皆さんが神様に祝福されていたのに、ある時に試練困難がやってきたり、災いが望むこともあります。あるいは健康だった体が急に病気になって苦しむ時もあります。それは一時は神様に愛されていたのに、その心が変わってしまったからです。例えば貪りが生じたなら、
それが育って結局は罪を生んで、罪が熟すると死を生むから地獄に向かうのです。そして世を愛すると世のものが心に入ってくるのです。世のものは断ち切るべきなのに受け入れるから、神様から遠ざかるようになるのです。聖霊に満たされなくなって、神様への愛も冷めて、新しいエルサレムからも遠ざかるし、そのまま放っておけば罪を生んで死に向かうのです。だから神様は御顔を背けられるしかないし、するとサタンの手に渡されて経済的に厳しくなったり、事業にトラブルが起こったり、病気で苦しむようになるなど、いろんな試練困難がやってくるのです。災いまで望むこともあるし、それはそのまま放っておけば結局は死の道に行くようになるから、神様が御顔を背けてでも、その人が試練にあって苦しくてでも悔い改めて立ち返って救われるようにする愛なのです。こういうむさぼりのために偽りもいい、盗みもして、勧誘もして、窃盗、強盗、詐欺、横領、殺人などあらゆる罪を犯すようになります。むさぼりによって時には兄弟や親子の間で、あるいは夫婦同士、敵となることも起こります。むさぼりのせいで信念を喜ばずに自分より多く持っている人を妬むのです。第一テモテ 6-10 にも、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しましたとあります。この御言葉のように、神様を信じているという人の中にも、むさぼりに惑わされて罪を犯す場合がよくあります。聖書にもそんな人が大勢記されています。例えばカナン征服当時、アカンという人は戦いで得た分取り物の中から金銀と街灯を盗んで隠しました。戦利品をすべて神様に捧げようという命令をしていたのに、いざ美しいものを見るとむさぼりが生じて、こっそり盗んで隠しておいたのです。しかしこれによってアカンはもちろん彼の全家族と家畜まで滅びてしまいました。第二列王5章には、エリシャのしもべゲアジが銀と晴れ着を欲しがってナーマンを欺いて、神の人エリシャに偽りを言ったので、結局チャラートに侵された出来事が記されています。またアナニアとサッピラは自分たちの辞書を売って神様に捧げることにしたのに、いざ大金を手にしたらむさぼりが生じました。それで一部を隠して残りを持っていき、それが全部だとペテロに偽りを言いました。むさぼりによるこの嘘が聖霊を欺く結果になってしまって、彼らはペテロに罪を指摘されたら息が絶えてしまいました。つまりペテロは欺いたようでも、ペテロは神の力を行う主のしもべで、聖霊の語られることを話す人なので、彼を欺くことは聖霊を欺くことと同じなのです。愛する聖徒の皆さん、人がいくら多くのものを得て、たとえ全世界をすべて手に入れても、命を失えば何の得がありましょうか。反対に世で富と栄華を得られなかったとしても、主を信じて誠の命を所有したならば、その人が本当に豊かな人です。ルカ16章にある金持ちと貧しい人の例えがあります。金持ちはいつも華やかな服を着て毎日贅沢に遊び暮らしていましたが、貧しい人ラザロは金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしていました。犬もやってきては彼の大敵を舐めていたとあるほど悲惨な暮らしでした。この2つのうちどちらの生き方を選ぶかと聞かれたら、ほとんどの人が金持ちの方が幸いなのでそちらを選ぶと言うでしょう。皆さんは次の聖句を知っているから、貧しいラザローの方を選ぶという方も多くいるでしょう。ではいざ日常生活ではというと、本当にそちらを選んでいますか？そうではないでしょう。もっとお金を稼ごうと欲とむさぼりを持って、いろんな不正をしたり法に反する罪を犯したりする人もいるのではありませんか。
しかし金持ちは神様を信じなかったし、天国への希望もなかったので、彼にはこの世の快楽が全てでした。人に施しをすることも知らず、天国に積むことも知らなかったし、ただ自分だけのために欲を満たし、飲んでは騒ぎ楽しんでいたのです。反対にラザロは卑しい暮らしをしていましたが、心から神様を恐れて天国に希望を置いていました。全ての人生が終わって、金持ちにもラザロにも最後の瞬間が訪れました。死は2人に同じようにやってきましたが、それぞれの結果は天と地の差でした。ラザロは御使い立ちによってアブラムの懐に抱かれました。しかし金持ちはハデスに下り、常しえに苦しむようになりました。あまりの暑さの中で舌を冷やす水一滴でももらおうとしますが、その願いさえ叶えられなかったのです。もしこの金持ちにもう一度自分の人生を選択できる機会を与えたなら、彼は金持ちの方を選ぶでしょうか、でなければラザロの方を選ぶでしょうか。当然救われる道を選ぶのではありませんか。このようなことを悟るとき、皆さんに確かに信仰があって霊的な目で見るならば、自分が現実的にいくら苦しい状況にいても、救われた感謝と喜びを失わないでしょう。もちろん神様を恐れて光の中を歩んでいれば、いくら貧しかった人も十分豊かな祝福を受けられます。万物の主であり、富んでおられるイエス様が私たちのすべての貧しさをあがなわれたので、私たちは信仰の通りに富むものとなれます。しかしこの御言葉の核心は、このような現世の祝福を受けられないとしても、それよりは永遠の命の方が大切であり、誠の信仰がある人はこの地上でいくら惨めな暮らしをしていても気にしないでいられるということです。時にはあの人はあんなに熱心に信仰生活をしているのに、なぜ祝福されないのだろうかと疑問を持つことがありますが、そういう必要もありません。本当に信仰を持って熱心に信仰生活をしている人ならば、祝福されないことはなく、神様は信仰によって求める子どもたちにいつも最も良いもので答えをくださいます。ただし祝福をくださるのにも順序があります。第3ヨハネ 1-2 に、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますとあるように、まず魂に幸いを得ていなければなりません。神の子供らしく、心の罪と悪を捨てて魂に幸いを得てさえいれば、天国で栄光を受けるだけでなく、この地上でも全ての点で幸いを得て健康になるのです。これが霊の世界の法則です。魂に幸いを得ていない人が多くの物質を得た時は、それが必ずしも祝福とは言えません。かえって多くの物質によって欲がはらんで罪を犯すこともあり、結局神様から離れることもあるからです。私は今までそういうケースをたくさん見てきました。貧しい時は御言葉に従って忠実に仕えていたのに、後で祝福を受けたら心の割礼をし続けなければならないのに、やめてしまうのです。そして自分が褒められて認められたくなって高ぶってしまって、ついには何かを言い訳にして教会を離れてしまって、病気になって今は惨めな暮らしをしている人もいます。魂に幸いを得ていて祝福を受けたなら移り変わらないはずなのに、その前に祝福を受けてお金に余裕ができたら、かえって世に目を向けてしまうこともあります。貧しくても火のように祈りながら心の割礼をすれば、魂に幸いを得るでしょうが、その前に富の祝福を受けたら、それ以上祈りながら魂に幸いを得ようと努力しなくなって、世のものを欲しがるようになって、ついには神様がしてはならないと言われたことをして、すべきことはしないで、捨てるべきものは捨てない、そういう姿になってしまうのです。
暮らし向きが厳しい時は純粋な心で神様に頼って愛して熱心だったのに、事業の場が祝福されると世の欲を追うことに心が奪われたり、忙しいことを言い訳にして神様を遠ざけたりします。毎日ダニエル祈祷会をしていた人が、事業が忙しくなって睡眠時間が足りないという理由で1日2日と欠席して結局は全然塗らなくなったら、神様が御顔を背けられ事業が潰れてしまうケースもありました。ますます多くを得たいと願うので、世に心を寄せるようになると聖殿に来る時間も減り、祈りも休みがちになります。収入が少ない時は10分の1献金を感謝して捧げていたのに、祝福されて金額が大きくなると惜しくなったりします。このように心が変わってしまうので、ますます御言葉から遠ざかって結局世の人のようになってしまうのです。魂に幸いを得ている人は世のものを欲しがらず、祝福されて物質や名誉を得たとしても、それによって世の欲に溺れることもありません。世の良いものを得られなくても恨んだり不平を言ったりすることもなく、むしろ神様のために自分のすべての所有と命さえも諦めることもできるのです。使徒パウロは、あふれるほど忠実でありながら多くの迫害と飢え、寒さと苦しみを味わいましたが、そんなことで辛いと言いませんでした。フィリピン4の11から13で、乏しいからこういうのではありません、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言いました。私もとても感謝なことは、使徒パウロのようにいろんな迫害、貧しさ、乏しさなどを経験したので、どんな境遇にあっても満ち足りています。7年間の病気も経験したし、子供の時から両親の苦労する姿を見て育ったからです。貧しさに負けないで汗を流しながら働く両親の姿、そして学校に通う時もお金がないから参考書どころかまともな教科書も買えなかった学生時代のこと、そして7年間病気で痛みと貧しさに耐えていた時のことなどを考えると、そういう経験があったからどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだのです。神様を受け入れる前にすでにあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていたから、とても感謝なのです。だから今は祝福されて名誉も権威も富もありますが、そういったものに少しも心が左右されないし、以前の貧しかった時のことを忘れないでいつも満ち足りているのです。そしていつも貧しい生徒、困っている生徒への心遣いだけがあるのです。だから自分が使うものを節約して生徒のために施しができるから、それも感謝なことです。今は余裕があるから贅沢しようと思うのではなくて、自分のために使わないで節約して施しとか神の国のために使うことができるから、どれほど感謝でしょうか。このように救われた喜びと神様の愛が満ちているので、パウロはどんな境遇にあっても満ち足りていて感謝して神様に仕えることができました。皆さんもこういう心になりさえすれば、地上での祝福もいくらでも受けられるのです。こういう心になるなら、神様が天の窓を開いて皆さんが願う通りに祝福を注いでくださるでしょう。聖書で約束された通りです。心に欲がないから神様が思う存分祝福をくださっても高ぶるはずもないし、それを間違って使うはずもないし、ただ神の国と義のために使って施しをして良い技のために使うでしょう。皆さんがそういう心になったら、神様は皆さんの欲しいものは何でも与えようとなさるのです。神様に乏しいものなどありますか？思う存分祝福を与えて良い技に使われるようにしたいから、そういう人を探しておられるのです。
愛する聖徒の皆さん、この地上の祝福より魂に幸いを得ている祝福の方が大切で、まず最初に受けるべき祝福だと言いました。しかしこれは御霊の歩みに入る前は他の願いは答えられないとか、ずっと貧しい暮らしをするという意味ではありません。各自の信仰の計りに応じて義を追い求めていくとき、必要なものを信仰によって求めれば、その都度神様が満たしてくださいます。もちろん天の下では何事にも時と定まった時期があるので、人の方ではすぐに言おうと祈りますが、神様は最も良い時をご存知なので、少し待たせて、むしろより大きな祝福をくださる時もあります。このような時も本当に信仰で求めたものならば、答えを手にするまで絶えず祈るでしょう。しかし自分の信仰の明かりに合わないように欲を持って求めた時は、いくら祈っても信じられる霊の信仰が与えられなくて、答えを受けることもできません。ヤコブ 4-2-3 に、あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです、とあるように、快楽のために使おうと悪い動機で願ったものは神様はくださらないのです。親子の間でも、子供が勉強もしないで悪いことに使おうとお小遣いを求めるときは、両親が与えないのと同じです。したがって皆さんが何かを求めるときも、自分が欲しいままに祈るのではなく、御心にかなう祈りをして聖霊によって祈らなければなりません。ユダ 1-20 に、聖霊によって祈りとあり、エペソ 6-18 に、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいとあります。聖霊様は神様の心をご存知で、神様の深みにまで及ばれるので、聖霊に従って祈ることは神様の御心にかない、神様に喜ばれます。このように聖霊によって祈るとき、その祈りに速やかに答えを受けるので、魂に幸いを得ているだけでなく、心の願いも速やかに答えを受けるのです。聖霊によって祈るために最も大切なことは、心を尽くして祈ることです。一瞬一瞬、切なる真実な祈りを神様の前に捧げなければなりません。私が祈ることは何でも、いくら大きい祈祷課題だとしても、結局は答えを受ける理由があります。私の祈りを聞いたことのある方はわかるでしょうが、異言の祈りも涙の求めです。本当に心を尽くして、神の国と魂の救いのために涙の求めと祈りを捧げるのです。自分のため、自分の家族のためではなくて、ただ神の国のために、聖徒のために、涙で切に祈り求めるから、神様が非常に喜ばれるのです。涙で祈るからといって、悲しくて嘆きながら祈るではなくて、喜びながら感謝と祈りと愛を持って、聖徒と神の国のために涙が出るほど切に祈るということです。だから神様がその都度答えてくださるのです。このように心から祈るものの、まず力を求めなければなりません。力といっても、必ずしも病気を治す力だけでなく、天国を望んで世に勝てる力、敵である悪魔に立ち向かって勝つ信仰の力を求めるのです。また聖霊に感じて深く祈れるように、火のような祈りの力を求め、敵をも愛せる力、御言葉通りに生きられる力、肉の思いを捨てて御霊の思いができる力を求めなければなりません。このように霊的な力を求めて心から祈っていけば、はじめは自分が考えて言葉を絞り出して祈らなければならなかった人も、だんだん聖霊に満たされるようになります。そして完全に聖霊にとらわれていると、自然に祈りがスラスラ出てくるようになり、自分が思っていなかった祈りの内容も泉が湧くように流れてくるのです。こうすれば長い時間祈っても疲れないで、かえって新しい力が湧いてきます。つまり上から神様が注いでくださる力なのです。ダニエル祈祷会をするときも、このような祈りをしてみてください。
無理に絞り出して祈り、時間だけ満たそうとすれば辛くて大変ですが、心から主を読んで聖霊に満たされれば、かえって祈りを終えるのが惜しいほどになります。求めることは何でも速やかに答えを受けるだけでなく、聖霊によって祈ったということ自体だけでも心が満たされて喜びがあふれるのです。もう一つ、聖霊によって祈るために大切なことは、御言葉を武具とすることです。御言葉が糧となっていてこそ、聖霊が何かを祈るように示されても、それをはっきりと具体的に受けることができます。皆さんが毎週のメッセージを心に糧として、それを握って毎日心から主を呼んで祈れば、1年という時間は清められるのに決して短くはないし、ダニエル祈祷会の時間が答えを受けるのに不足はありません。ある家族が私のところに来てこういう証しをしました。その方々は中国から韓国に来てうちの教会に登録して信仰生活をして9年になったそうです。最初はお金を稼ごうと来たんですね。そして結婚もしましたが、ある程度お金が貯まったら国に帰りたいと思うようになったそうです。韓国での生活がよっぽど辛かったようです。その方々の話によると、中国はお金さえあればとても住み心地のいいところだそうです。私も行ったことがあるから分かりますが、1980年代とは全然違います。で、一生懸命お金を稼いで早く国に帰ろうと、それに夢中だったのです。そんな時、万民教会に出会ったのです。そして神様の命の御言葉を聞いてたら考えが変わるのです。そして病気も全部癒されたそうです。ご両親の写真に手を置いて祈りを受けたら、時空間を超えて癒されたし、そしてお姉さんは伝道してもあまり聞き入れなかったんですが、インド政界の映像を見せたら、私が雨に打たれながら祈る場面で画面から火が出てくるのを見て癒されて神様を受け入れたそうです。そして妹さんも、私が祈る時聖霊の火が動くのを見て癒されたそうです。そうやって家族が福音化されて、お姉さんと妹さんも韓国に来たそうです。で、ご両親に会いにたまに中国に帰る時がありますが、今は一日も早くここに戻りたくなるそうです。早く戻ってきて生徒さんたちに会って御言葉を聞いて神の国のために使いたいからだそうです。前はここでの生活が辛くて、早くお金を貯めて自分の国に帰りたいと思っていたその方が、今は中国に帰ったら早くここに戻って神様の働きがしたい、生徒を顧みる使命を果たしてメッセージを聞きたいと思う人に変わったのです。そしたらそばにいた ご主人も証しをしました。9年前は毎日つらかったんですが、万民教会に出会って御言葉を聞いて変えられて、今はとても幸せな家庭になりましたと、夫婦が互いに褒め合ってて、教会で奉仕をすることがとても楽しいし、礼拝のある金曜日と日曜日が待ち遠しいというのです。教会に来て神様の御言葉を聞く時間がとても幸せで楽しいから、毎週その日を指折り数えているそうです。家族みんながそうだから、どれほど幸せでしょうか。毎日が幸せでしょう。それに家族がみんな健康で、天国の新しいエルサレムへの希望があるから、どれほど感謝でしょうか。御言葉を慕って心が変えられれば、誰でもこうなるのです。心がただ新しいエルサレムに向かっていて、神の国のために任された使命を喜びと感謝で果たしているから、心に天国が望んでいるのです。毎日火のような祈りが積まれるほど、皆さんが毎週のメッセージを心に糧として、それを握って毎日心から祈れば、1年という時間は清められるのに決して短くはないのです。数年もかかるようなことではないのです。聞いた御言葉を霊の糧として心に留めて行って、同時に罪と血を流すまで戦って捨てていけば、
できるのです。しかしそうしないからできないのです。神様が捨てなさいと言われたものを捨てないで、すべきことをしないで、守るべきことを守らないから、信仰生活を10年しても前と変わらないし、劣ることもあるのです。毎日火のような祈りを積まれるほど、心の貪りと罪と悪が速やかに捨てられて、何でも答えを受けるという信仰が持てるのです。愛する生徒の皆さんは、世のものに目を向ける貪りをすべて捨て、満ち足りる心で天国を望み、いつも感謝と喜びがあふれますように。私はいつも満ち足りています。この前ある方が私にこう聞きました。先生、いつまでおかずもないまま食事されるつもりですかと。それで私は講談で話したじゃないですか。教会の財政に余裕ができて、融資を受けないで職員の給料を払える時までこうすると言ったでしょう。だからおかずは出さないでくださいと言いました。そう言いながらとても感謝でした。昔からどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだから、こんなふうに節約できるし、貧しかった頃と比べれば食べるものがあるだけでも感謝だし、今は貧しくてではなくて豊かでも、自分の食べるものを節約して、それを貯めて神の国と宣教と施しのために捧げることができるから、ただ感謝だけなのです。どんな境遇にあっても満ち足りているから、どれほど感謝でしょうか。また聖霊によって火のように祈り、速やかに清められ、すべてにおいて神様の心にかなうことを求めて答えを受けますように、主の御名によって祈ります。結論です。愛する生徒の皆さん、今日で実会のメッセージを終えます。神様が実会をくださったのは、私たちを辛くさせようとするのではなく、霊肉ともに完全な祝福を与えようとしてのことです。戒めがなかったとすれば、どうしてこそ神様に似ていけるのか、どうしてこそ祝福されるのか分からなかったでしょう。しかしこの戒めをくださったことで、私たちが神様に喜ばれる方法と答えを受けて祝福される方法が分かるようになりました。また永遠の天国で最も栄えあるところに入れる方法も悟るようになりました。第一ヨハネ 3-21 から22に、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからですとあります。皆さんは神様の愛を悟り、その戒めを無理やりでなく、喜びと感謝の心で完全に守って、神様が約束されたすべての祝福を味わいますように。それですべての国々の上に高く上げられて、いつも神様に栄光を捧げ、やがて最も栄えある天国に入れますよう、主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。今日は実会の最後の時間でした。あなたの隣人の家を欲しがってはならないという御言葉でした。隣人とは信仰の兄弟はもちろん、神を信じないすべての人々を意味すると言われました。そしてこの世のすべての肉的なものを貪る心を捨てなさいと言われました。このような貪りを捨てるために、火のように祈る生徒の皆さんになるように助けてください。上にあるものを求めていくようにしてくださり、永遠の命と天国への希望だけがあふれるようにしてください。貪りによってこの世の快楽を求めて罪を犯すことはないようにしてください。いくらこの地上で祝福されても、魂に幸いを得ていなければ役に立たないと言われました。そのためには聖霊によって祈り、心から祈り、御言葉を武具として
霊肉ともに完全に祝福される聖徒の皆さんになるようにしてください。それで神様が私たちに戒めをくださったのは、私たちを自楽させるためではなく、霊肉ともに祝福されるためだという、その愛を悟るようにしてくださり、このように答えを受ける方法を教えてくださった神様に感謝するようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子どもたちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところは皆聖霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる、敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いよ下がれ、光を望め、不治の病難病も聖霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる、敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ下がれ、その使い立ちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽りは欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も祝福音化されますように、2週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙
の中おられる主、愛の主、それは命与える救いの主。